中国政府は今年7月から9月までの GDP= 国内総生産の実質成長率がプラス4.6%だったと発表しました伸び率は前の3ヶ月のプラス4.7%からさらに縮小し政府の通年目標プラス5%前後も下回った形で経済成長が力強さを欠く状況が続いています 長引く不動産不況や厳しい雇用情勢を背景に内需が低迷し個人消費も伸び悩んでいることが主な要因です。